はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はバキシリーズから、地下闘技場最大トーナメント B ブロックの出場者について見ていきたいと思います。このトーナメントは徳川のジジイの金と権力に物を言わせた戦いです。そこで今回は B ブロックの出場者である、セルゲイ・タクタロフ、ラベルト・ゲラン、稲城文の神、ローランド・エスタスについて見ていきたいと思います。なお、B ブロックの出場者である烈火王、加藤清澄、花山薫、オロチ克実は今回は除いています。それでは早速見ていきましょう。よろしくお願いします。セルゲイ・タクタロフ、サンボ全ロシアチャンピオン、身長187センチ、体重115キロ、自分を試しに日本にやってきてました。半裸で氷点下25度の吹雪の中、坂の頂上から岩を満載したトロッコを引き上げるなど、過酷な訓練を人ともに行っており、その経験が選手としての彼を支えています。半裸で氷点下での訓練とか、てかこれ何の訓練なんだろうね。作中の活躍では最大トーナメントの1回戦の相手は、烈火王でしたが烈が克実に、寒風を差し置いて空手を完成させたとは一体どういうことかということで揉めており、克実が舐めた態度を取ったため、一戦始まりそうになった際に、一回戦の相手は俺だぜ、お前の相手はそこの空手マンではないと述べて現れました。しかし烈からは口出し無用おとなしく炭で柔軟でもしていろと言われていましたが、タクタロフもわずかでも傷を負うことは俺の勝利を傷つけることになると拒否してきました。どっちも誇り高きグラップラーだな。これにより烈の怒りを返し返しつで一回戦が始まるかと思われましたが、仲裁に来たリーガンが現れ、彼の挑発を受けたタクタロフは、リーガンの腕をまたいで足を引っ掛けて倒し、首刈り十字固めで破壊していました。リーガン何しに来たんや。そしてやっと1回戦で烈火王と戦うことになります。試合は序盤烈の鋼の肉体と洗練された構えにビビっており、さらに烈から一つ教えといてやろう。君らのいる場所は我々はすでに3000年以上前に通過していると言われ、そのまま小手を放たれ吹っ飛び、先手を取られていました。その後はあっさり足で首を固定され、天然下によって首が一回転して破壊されてしまい、結局何の見せ場もなく敗北してしまいました。変にプライド出すより、霞にある程度戦わせといた方が良かったな。まあそれでも無理か。その後、ガーレンの控え室で制裁を受けた状態という無残な形で再登場をしていました。むちゃくちゃだなこのキャラの活躍。ラベルト・ゲラン、3階級制覇を果たしたプロボクサー。通称パナマの鉄拳。パナマの鉄拳、なんかダッサいな。公式試合は70勝ですが喧嘩なら2戦勝という記録を持っている模様。喧嘩しすぎだろ。近代ボクシングがもしこの大会のようなルールなら当の昔に全階級制覇できる実力とのことでした。作中の活躍では最大トーナメント1回戦の相手は、加藤清澄となっていましたが、試合開始直前では会場に姿を見せることなく、加藤をイラつかせていました。何してんの？パナマの鉄拳はなんととある怪物に試合前に襲われてしまいます。ほう。ゲランは謎の怪物に戦いを挑みましたが、見るも無残な姿となり敗北してしまい、加藤と戦うことは叶わず優勝の道は途絶えます。パナマの鉄拳が、誰にやられたんだ？それはジジイの金と権力によって連れてこられた、ヤシャザルジュニアでした。じいさんろくなことばっかりしてるな。稲城文の神。日本古来の総合格闘技日本拳法の達人。作中の活躍では最大トーナメント1回戦の相手は花山薫。試合前ではバキの前でアップを行っており、防具をつけた相手に対し稲城は防具をつけずに行い、得意の曲付きを披露してバキを驚かせていました。稲城の曲付きは過去まれに見る完成度を誇っており、未だに稲城ほどの使い手は現れていないとのこと。その後もアップは続き相手の防具を破壊する打撃力や投げ技そして関節技を見せていました。日本武道って達したような技ができるんだね。また相手が19歳の暴力団の組長ということもあり、もし稲城が花山に不覚を取るようなことがあるのなら、それは稲城個人の負けでも日本拳法の負けでもない、いわば日本武道の敗北と言っても差し支えないと言われていました。稲城さん持ち上げられすぎだろ。そして1回戦花山薫との試合が始まります。とその前に稲城は花山に防具をつけるように指示、喧嘩し相手に身を案ずる余裕を見せて挑発しましたが、その防具は花山の握力によって破壊された状態となって帰ってきました。
また花山からはヤクザ門筆系のアイテムである日本刀を渡され同じような挑発を受けます。これを使って初めて同刀であるという挑発を受けた稲城は刀を抜いて地面へと捨てて己の剣で日本刀を一撃で叩き折るという離れ技を披露し、いざ試合開始となります。なかなか見せてくれるデモンストレーションだな。この試合は期待できそうだ。戦いは序盤花山のパンチに稲城はカウンターで直突きを顔面に入れることに成功。ですが花山の攻撃は止まらなかったため、さらにもう一撃顔面に直突きを食らわせていました。ですがそれでも攻撃が止まらない花山は右アッパーを仕掛けてきました。これに対し稲城は左足で受け切り、観客に驚かれるほどの運動神経を見せていましたが、着地した際に転んでしまいます。え、どうしたの？なんと受け止めきれずに足が折れてしまい立てなくなってしまいました。折れた瞬間すぐ気づけよ。足が使えなくなった稲城はヤクザ門のゴロメンツを拝まされることになり、花山は倒れた稲城に思い切り右拳を振り上げてアッパーを入れると、稲城の防御した腕だけでなく背骨まで破壊するほどの威力を見せていました。稲城はなんとかしようと関節技を仕掛けていきましたが、その時に背骨が耐えられずそのまま気絶し、勝負ありとなり敗北となりました。試合後は花山に酒をぶっかけられ、俺のアッパーがもう少し甘けりゃ右腕がお釈迦にされていたところだ、武道やらせとくにゃ惜しい男だぜと絶賛されていました。いや武道やってないとダメだろ。ローランド・イスタス、ランカシャーレスリングの使い手、身長189センチ、体重112キロ、かつてオロチドッポと戦い、引き分けた実力を持つビル・ライレイの弟子。あのドッポちゃんと引き分けだと？ジョイントフェチの異名を持ち、人間の関節やドアノブ、眼部のネジなど、あらゆる繋がっているものを見ると、素手で解体せずにはいられない癖を持ちます。とんでもない癖だな。その奇跡の末に関節技に特化したキャッチアズキャッチキャンスタイルと出会い、サブミッションを極めジムに並ぶ者がいなくなってしまった二十歳の頃、もはや人間相手では満足できずにいたため、師であるビルにレスリングをやめることを告げていました。ビルはイスタスを止めようと戦いを挑もうとしましたが、もうひすら超えた力を身につけていたイスタスはあなたではもう勝負にならないと断り、続いてサバンナへとリングシューズのまま立ち、ライオンへのサブミッションを試みたのでした。人間の次は猛獣か。みんなそういう発想になるよね。そしてライオンに対してのサブミッションが決まりそうになったその刹那、ライオンは撃たれてしまい決めることが叶わずにいたのでした。作中の活躍では最大トーナメント1回戦の相手は指導士が因縁のあるオロチカツミ。試合開始直前ではカツミのありとあらゆる関節が見え、すべて壊せるとワクワクしていました。そして試合開始となりイスタスは早速関節を取りに行こうとすると、カツミは猛ダッシュで距離を取ってきました。これにイスタスは怒りを覚え再度関節を取ろうとするも逃げられてしまいます。そしてイスタスはカツミを追いかけたためにカツミから壁を蹴って頭突きを入れられてしまいました。ですがイスタスはダメージを負いながらもカツミの腕を取ることができ、一瞬にして肩と肘の関節を外してみせていました。こんなに簡単に関節が外せるのかよ。そこでカツミは一本剣でイスタスの肩を攻撃して距離を置くと、基本姿勢に戻り関節を外された腕を思いっきり振って入れ直していました。こっちもこっちで簡単に関節を入れれるのかよ。その後イスタスはカツミの足にタックルを仕掛けていきましたが、カウンターで回し蹴りを食らってしまい、さらに顔面へのパンチを食らい、胸に乗りさらに聖剣突きを顔面に食らってしまいます。カツミはとどめの下段突きを入れようとした際、勝負ありとなりましたが、その瞬間イスタスはカツミの腕を掴み、そのまま回転してカツミを地面に押し付けるような形となり、サブミッションを決めることに成功。もう勝負ありって言われてるじゃん。もはや脱出不可能でありイスタスの勝利かと思われましたが、カツミはもう片方の腕でイスタスの体ごと持ち上げ、あっさりと脱出。最後にカツミからパンチや蹴りなどの連打を何度も受け、あっけなく敗北したのでした。その後は裕次郎乱入時にクレハの集めた9人のうちの1人として登場。しかし裕次郎には関節を決めるどころではなく、逆に首を決められてしまいあっさり負けてしまいました。裕次郎にサブミッションとか絶対無理じゃん。以上になります。いかがでしたでしょうか。次回は最大トーナメント C ブロックの選手を見ていくのでお楽しみに。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。